どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はヴィンテージアニメソングいきたいと思います。爽やかですよ。はい、アルプスの少女ハイジの曲教えて、こちらの曲やってみようと。これ CM でもね流れてますからね、すごく皆さん耳触りがいいと思うんですけど、これやってみたらですね、この曲相当深いですから、はい、楽しんでやっていきますよ。ちなみに入門コード3つです。 C と F と G7 やりました。これはこういうのでどんどん音楽ものにしていきましょう。いつものようにそういう2バージョンやります。最初のバージョンは初心者さんでもあっという間にできる超シンプル簡単バージョンやって、後半はかっこいいバージョン、なんとイントロのプー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 、あのフレーズもウクレレで弾いちゃいますからね。これも要注目です。2バージョンやれば最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、もう音楽、もういつも聴いてる音楽を聴くのもいいですけど、演奏して歌う弾き語り、これもほんと楽しいんですよ。ぜひ皆さん始めましょう。今のこのね、自宅自粛の時期にこそやっぱりこういうのねやっとくとね、一生使える資産になりますから、ぜひもう面白く始めてみませんか。とは言ってもね、楽器は私はね諦めたんです、もう無理なんですとか、もう不器用でも楽器とかという方多いんですけど、できます。そんな方がモリモリ音楽始められるようになるプログラムをですね、このガズレレでは設けておりまして、それ見てるだけでどんどんできるようになるんですよ。もうちょっとしたらここにありますけど、その動画見てウクレレ触ってるだけでバッチリできるようになりますからね。さあ初心者さん、やったことない方は始めましょう。やってる方はどんどん深めましょう。じゃあ初心者さんはここ行ってください。ドン、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためているありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで弾けるようにした超簡単レッスン動画が1200曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、どんな曲でもウクレレで弾いてください。しかも簡単にやりましょう。はい、早速ではやってみようと思います。アルプスの少女のハイジの教えて、ガズレレシンプル簡単バージョンやってみます。せーの、ダン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 。ワン、ツー、スリー、フォー。ヨロロロロ、私を待ってるの、教えて、おじいさん、教えて、おじいさん、教えて、あるのみの木よ、よろろ、やっはやっは、よろろ、雪の山なぜバラ色に染まるの、あの風はどこに隠れているの、教えて、おじいさん、教えて、おじいさん、教えて、ある少女ハイジのテーマ曲教えて、ガズレレ流簡単バージョン、入門コード3つバージョンでやってみました。爽やかですね。この高原の風がパーッとこう吹き抜けるような、これを大いに皆さん歌っていきましょう。で、この曲の長さなんですけど、これね本当は3番まであるようなんですけれど、うちのハニーに聞いたところですね、2番までだったんじゃないかな、テレビではということで2番までやってますけど、3番までやってみたい方コード進行一緒ですので、こう書き足してやってみてください。で、動画のねテロップでガズレレショートカットバージョンでできた方もやっぱりね自分で書き出してですね、ご自身だけで演奏してみるのをおすすめしています。その時の参考になるように私のノートを映そうと思うんですけど、このイントロフレーズ、今口で言ったイントロフレーズは後半は弾きますからね、
で、ここから、ヨーロロフーヤッホホホといきます。で、ここ見てください。上の段はシンプル簡単バージョン。下にくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンでやりたいと思います。ここは F、G、C、C で、こういうことね。これでも初心者の方でもできるんでね。あ、これやってみてもいいと思います。で、ここにちょっとこう書いてあるでしょ、これ。ちょこちょこっと。これは後で解説しますけど、かっこいいバージョンではここ決めというかをやりたいと思います。ひとまず今のシンプル簡単バージョンは上の段だけです。はい。じゃあ一時停止してメモってください。ちょっとわかりづらい方は動画のテロップを一時停止してメモってくれるのもいいと思います。まず1番ね。はい。はい。そしてここ2番やって、2番からこれエンディングですね。このエンディングの、やるろうほうほう、こういうところがね、ほんともうなんて言うんだろう。ね。アルプスって感じですよね。これね、なかなかね、面白いんですけど、難しいかもしれないですね。この、ヨーロー、ホーホー。もう癖になっちゃいそう、これ。はい。こんな感じで、超簡単です。コードはさっきも言ったけど、はい。C と F と G7 入門コード3つ。これはね、もう、問答無用の簡単さですよね。ウクレレを習った方が一番最初に覚えるコードでございます。はい、C と F と G7。これね、一応、まあ、コードを解説しようと思うんですけど、まあ、今回はもうこれをやっぱりシェアしたい。このガズレレ必須コードっていうのを一番、皆さんにね、こうシェアしたいんですよ。これはですね、ウクレレで音楽を始めようと思った方が、一番最初に覚えてほしいコードのグループなんですけど、コードっていうのはこういう要素なんですけど、これがですね、このコードって一言に言うけど、宇宙の星の数ほどあるんですよ。ね、全部覚えるような、とてもじゃないけど無理なんですけど、ウクレレにとって便利だね。あのコードのグループっていうのがあって、それをこのガズレレ必須コードと言っています。今日出てくる F と C と G7 も、もちろんこの中のグループなんですけど、このねグループね全部で10個ぐらいあるんです。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、例えばこの C っていうのはこの1本指だけだったりとか、こう1個ずつ見たら簡単なんですよね。なんだけど10個いっぺんに覚えようと思ったらちょっとコツがいるんで、まずちょっと時間ある時にこのガズレレ必須コードね、覚えてください。でどうやって覚えるかっていうとですね、私がねスイスイを動画でね覚えられるような動画撮ってるんです。ここにリンク貼ってます。ここの動画はね、ほんと楽しんで、おすすめしちゃいます。その見てるだけで、スイスイコードが覚えられますから、楽しく覚える。これが秘訣でございます。今日はその中から、もう超入門は C と F と G7。この3つでやってみました。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていくんですけど、まずですね、じゃあ基本的にコード進行一緒なんです。リズムですね。ちょっと違うの。はい。リズムは、ほい。8ビートというリズムで今回ガズレレではやってみようと思います。これね、16ビートでもかっこいいんですけど、まあまあ、本当にシンプルに、8ビート。こんな感じです。口笛はなぜ、遠くまで越え、こんな感じでやろうと思います。じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん。こういうのは8ビートと言うんですけれども、はい、これでいこうと思います。これはですね、弾き方。ここにリンク貼ってみます。はい。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビート、動画でマスターしてください。これはね、こういうストロークというところが基本になるリズムですので、ぜひ、ここはマスターしておいてください。で、さっきも言ったんですけど、これ16ビートの弾き方でもかっこいいですよ。自分へはなぜ、遠くまで聞こえるの。こんな感じ。この16ビートでもノリはバッチリだと思うんですけど、8ビートでできたという方は16ビートでやってみるのを、面白いと思います。はい。じゃあさらに深めていきます。この曲ね、結構面白いことが満載でございまして。まあ、さっきも言ったんですけど、これ、かっこいいバージョンでここ、F、G、7、C、C ってワンブロック4つ書いてあるから3つ弾くっていう風にやってるんですけど、注目いただきたいのはここです。口笛はなぜ、遠くまで聞こう。L のところで、ここ見て、F、C、F、あ、ここテロップ出しとこう。F、C、F。これどういうことか。ちょっとデモ演奏してみます。ワン、ツー、スリー。口笛はなぜ、遠くまで聞こえるの L の、L ので、F、C、F。一瞬芸です。これがね、結構効くんですよ。もう一回ね、せーの。口笛はなぜ、遠くまで聞こえるのかっこいいでしょ。L の、L ので、F、C、F。はい、ここ。あと次のところ、雲はなぜ、私を待ってるの C、F、G、C、G、7。ですね。私を CG7C 待ってるの CG7C。 はい、最初からいくね。口笛はなぜ僕まで聞こえるの、雲はなぜ私を待ってるの、かっこいい。ここ待ってるの、はい、
ちょっと早いですけど、まあもちろんこれ早くてちょっとできないっていう人は、もちろんあのシンプル簡単バージョンのまんまでも十分かっこいいですけどね。ここはやっぱりあのこだわりたい方はこれちょっとワンフレーズ入れてみると、なんかこうまたこう完成度が上がるかなということで、チャレンジしてみてください。はい、そして今日はですね、さっきも言ったんですけど、イントロのフレーズをこのウクレレで弾いちゃいます。ちょっと弾いてみようか。こんな感じです、最初に C をジャーンと弾いといてから、ちょっと溜めながらね、こうです。いきますよ。うい、はあ、いいですね。これでちょっと溜めて、また今度ここ、うい、いい高弦っぽい。で、はい、大まかには3つのブロックに分けて考えておこうと思います。はい、じゃあここ、タブ譜という楽譜を貼っておきましょう。この見方わかんない方、ここにリンク貼っています。このタブ譜という見方、これはね、覚えておいた方がいいですよ。こういうメロディー弾きの時に、それがすごくこう助けてくれますから。じゃあ、まず3つにブロックを分けるんですけど、最初のブロックからいきましょう。最初 C でドーンと伸ばした後からね、まず一番最初、2弦の8って言ったらここですよ。ここが2弦の8ね。一応確認だけど、1弦、2弦、3弦、4弦でしょ。で、ここの丸が5フレット。6、7、8、9、10ですからね。だから2弦の8って言うとここになります。ここ、ここで。次、3弦の7です。3弦の7っていうのは、ここね、こんな感じでいきます。はい。次、もう一回2弦の3いって、1弦の12。12っていうのは、このウクレレで言うとここです。はい。皆さんのウクレレもうちょっとフレットあるかな？この数のわがままウクレレは12フレット仕様なんで、ギリギリまで使います。で、次、10。10はこのボタンがついてるところね。最初の、もう一回最初からやってみます。2弦の8、3弦の7、2弦の8、1弦の12、1弦の10、口で言わないと、せーの。はい、こんな感じです。2弦の8、3弦の7、2弦の8、1弦の12、1弦の10。これが第1ブロックのところ。で、ちょっと溜めて、次、2番目のブロックのところに行きたいと思います。次は1弦の7フレット。1弦の7フレットとここですね、ここ。1弦の7フレット、2弦の8フレット、次が早いです。2弦の8フレットと10フレット、18、10、3弦の7。はい。もう一回に、2ブロック目を最初から。1弦の7、2弦の8、次早い。2弦の18、10、3弦の7。はい。じゃあ口で言わずにメロディーだけ。せーの。はい。こんな感じですね。これゆっくりおさらいしながらやっていってください。じゃあ最後のブロック、ちょっと短いですけど、もうちょっとこれも溜めて、3弦の7フレットから、7、7、7。ここ3つちょっと早いけど、たたた。2弦の10、1弦の10フレットで、これで終わります。もう一回じゃあ、3ブロック目を最初からやってみましょう。こんな感じかな。はい。じゃあ、ゆっくり最初からやってみますよ。最初 C をジャーンと弾いて、はい、その次ですね。2弦の8から。7いって、8、12、10。この12がね、遠いからね、ここなかなか命中するの難しいかもしれない。8からキュッとこう飛ぶからね、ここ。もう一回最初から。2弦の8から。8、7、8、12、10。ちょっと溜めて、2ブロック目に入っていきます。1弦の7から。7、2弦の8、18、10、3弦の7、ちょっと溜めて3ブロック目、7、7、7、10、1弦の10。はい、じゃあ今度口で言わずに演奏だけ、せーの、C で。ほい。ちょっと溜めて。ちょっと溜めて。ここはですね、だから3つに分けて考えると結構頭の整理ができるかと思うんですけど、タブ譜とこう分析しながらゆっくりでいいですよ。最初はもうね、弾けるわけないんだから。そう。だからまずこう、切ってね、3つのブロックに分けて後で一緒にするのがいいと思います。で、慣れてくると動画の中で私もやると思いますけど、こんな感じでね。ビブラート。これはですね、いずれこういうのを説明しようと思って、これエレキギターをやってる人こういうのね、得意だと思うんですけど、まあまあ、見て、こんな感じで、ここを軸にして、こういうイメージですよね。あと、クラシックのビブラートっていうのはこうなんですよ。ほら、クラシックギターとかね、バイオリンってこうやって、
こうやってビブラート書けるんですよね。ロックのビブラートって、こういう風にする。クラシックは、こういう関係か、こういう関係かで、そのビブラートもスタイルがいろいろありますけど、まあ私はもうロックなんて思いっきり。こんな感じね。まあまあ、このビブラートっていうのはまたちょっとね、次のあのレベルなんで、今度改めてビブラートの動画も撮ろうと思うんですけど、ひとまずはこのタブ譜の通りにこのまま弾けるかどうか。はい、チャレンジしてみましょう。そっからリズムに入っていく。8ビットで軽やかに、ほんと高弦をこう駆け回るイメージですよ、元気に。あれがポイントですから、やっぱ爽やかに行きたい。チーズとか、あ、行きたい、食いたいみたいなやつでございます。はい。じゃあ爽やかに行きましょう。アルプスの少女のハイ、あ、じゃあ、アルプスの少女ハイジのテーマ曲で、教えてガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。せーの。ほい。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あ、爽やかな高原の風がもうさーっと吹き抜け、なんていうかピュアでね、いいですね。こう元気になれる。やっぱりこれ元気になるのがね、ポイントだと思います。外駆け回りてーよーみたいな、そんなね、願いも込めて。まさにこのステイホームの時期、こう想像力を使って音楽で世界中旅しましょう、なんつってね。こんな時期だからこそこのウクレレでね、自分も楽しくなって免疫力も上がって、やっぱり周りの人にもこう笑顔がね、こう、わーっと広がっていくようなイメージで音楽と取り組めるとまたいいんじゃないかなと思います。あと、ガズレレいつも言ってるんですけど、いろんなもんやってます。この、今使ってるこのウクレレね、ガズのわがままウクレレ、今事前予約注文受け付けております。いや、ウクレレのことはここ見てもらうといろいろ書いてある。あと、いろんなグッズがあります。今日も使ってるこのストラップ。これ、小添さんのお手製ですからね。これも販売してたりとかですね。このキャップだとか、T シャツとかステッカーとかいっぱいあります。あと、一番今プッシュはこれですよ。このリュックサック。これ、ガズレレのね、これ、ウクレレが入るウクレレケースなんですよ、リュックサック。ドーンと開けると、これ、ね、楽器のケースですから、こういうところも分厚くできてて、中にこう取り外し可能な譜面台とか、中長いのポーチもあります。ここもね、こう、なんていうか、こう、ベルベット調になってるんですよ。はい。これ、大好評発売中だと。いろんな、そんなこと。あと、アプリもある。アプリ。このね、ガズレレのアプリのガズレシピ。これすごくおすすめですよ。これ今度、近々、また、ものすごいリニューアルがあるんで、ちょっとこれ、とりあえずスマホとかインストールしておいてください。そんなようなこと、ガズレレ .com で全て書いておりますので、ぜひ、ホームページはもう間違いなくチェックしておいてください。ブログも書いてるしね。ここは、もう間違いなくチェックよろしく。そしてですね、この、いつも私が言ってるリットミュージックのこの本、大好評なんですけど、こっち今ちょっとアマゾンで売り切れになってます。アマゾン以外の、EC サイトで売ってますんで、でもこれ第1頭で今5万部ぐらいに迫る勢いなんですけど、いよいよ出ます。6月に。この本、赤い本が6月出ますよ。今予約、開始中ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。こんな時だからこそ、音楽、やりましょう。僕たちには音楽があってよかった。よろしくお願いします。ガズレレ YouTube 引き続きよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。